はい、お世話になります。ファンチャンネルまっちゃんでございます。今回ですね、ある有名な美容系の YouTube チャンネルとコラボが決まりましたと。おめでとうございます。で、つきましてはですね、撮影してオンエアまでにちょっと時間がございますので、そちらの時間がある間にファンチャンネルを見ていただいている皆様からですね、どんな美容系 YouTube チャンネルとコラボをするのかどうかっていうのを当てていただきたいと思いまして、今回応募していただけたらなと思っております、ね、下の備考欄のところに書いてありますので、そこから応募いただければなと思います。美容系 YouTube チャンネル、すごく有名な方、結果が出ないとうちはお蔵入りとね、残念とね。またファンチャンネルはですね、結果が出ないとお蔵入りという厳しいルールの中でオンエアさせていただいてるんですけども、お蔵入りのサロン様、施術者がちょっと増えております。ファンの方々のね、ご意見としても、お蔵入りの動画が見たいよというご意見結構いただいてるんですけども、やっぱりちょっと難しいというところございますので、結果が出なくてお蔵入りだった方の大体ね、こういう共通点があるよというのを3つご紹介させていただきますので、こんな施術は嫌だっつってね、施術者嫌だっつってね、いう再現 VTR を撮らせていただきますと。皆さんからのどんな施術者は嫌だみたいなね、コメントを募集させていただきますので、今後の参考とさせていただければと思います、ね、残念。最後にファンチャンネル、おかげさまで1年間稼働させていただきますね、30数名の施術者がオンエアされました。その中でもファンたちに選んでいただくですね、ファンチャンネルグランプリを開催させていただこうかなと思っております。今まで出ていただいた施術者の中で一番良かった施術者を1人選んでいただきたいです。一番投票数が多かった方をファンチャンネルグランプリという形で表彰させていただきたいと思いますので、ぜひそちらも応募ください。よろしくお願いいたします。で、このアンケートをお答えいただいた全ての方から抽選で1名様にプレゼントをさせていただきたいなと思っております。プレゼント内容は施術のプレゼントではなくてですね、まっちゃんが、ご自宅近くまで行きます。あなたの一押しのね、素敵なお店、飲食店をご紹介いただきたいと、そちらでランチをご馳走させていただくかなと思っております。ぜひ応募いただけるとありがたいかなと思っております。はい、1個目のね、はい、どの YouTube チャンネルとコラボするのかね、2つ目、ね、どんな施術が嫌なのかね、はい、3つ目、ファンチャンネルの印象に残った先生は誰だっていうね、書いていただいて、備考欄の下の備考欄にね、載ってます。そちらからご応募いただいて、ください。お待ちしております。以上と Say goodbye Caroline Road. Well, I remember in my hometownI met a pretty girl there. Well, I remember in my hometown when I met a pretty girl.